旧建物 JR 広島病院は、広島県広島市東区にある病院。かつては西日本旅客鉄道広島支社管轄の鉄道病院だったが、現在は独立した医療法人が管轄している。1920年5月に鉄道省職員の診療を行う広島鉄道治療所として開設され、1926年6月に広島鉄道病院となった。1950年に日本国有鉄道広島管理局、広島鉄道病院に組織改編。1963年10月、広島駅北側の現在地へ移転。国鉄分割民営化に伴い、西日本旅客鉄道株式会社広島支社、広島鉄道病院となった。2016年4月、医療法人化のため、医療法人 JR 広島病院が設立され、広島鉄道病院の業務を移管、医療法人 JR 広島病院となった。広島駅周辺は、都市再生緊急整備地域に指定されており、本院の立地する、双葉の里3丁目地区も2006年より中国財務局、広島県、広島市との間で再開発が検討され、2010年より UR 都市機構によって土地区画整理事業が施行されている。本院についても建物が老朽化していることから、現病院の東側の JR 敷地内に新築移転する。新病院は、地上7階建て病床数275床で、事業費は約90億円、清水建設、広成建設共同企業体が施行する。2016年1月18日に開院し、西側に隣接して整備される、広島県地域医療総合支援センター及び、高精度放射線治療センターとの連携により、がん治療及び地域医療連携を強化した病院となる予定である。ありがとうございます。